近畿大学附属和歌山高等学校、中学校は、和歌山県和歌山市全明寺にある私立高等学校、中学校、近畿大学の附属学校である。略称は、近代和歌山、近府、近和歌など。学校内では、中学受験を経て入学する中高一貫の中等部と高校受験を経て入学する高等部に分かれている。中等部については、内部では、中4。 中5、中6と呼ばれる。教室の表示も J6 から1のようになっている。県内有数の進学校であり、生徒の半数以上は国公立大学へと進学する。1991年から1月に卒業式を行っている。先発、パーマ、化粧、ピアス、色付きのアンダーシャツなどは禁止されている。大阪南部や和歌山中部から通学する生徒もいる。 携帯電話は2020年度から持ち込み化になった。また、2013年で開校30周年を記念して、県下発の芝生グラウンドを創設した。体育クラブ1983年創部。全国高校サッカー選手権に7回出場し、2007年と2008年は3回戦まで進出している。2007年に天皇杯発出場を果たし、1回戦で、 FC セントラル中国をこの2で下し、高校チームでは2003年の私立船橋高校、国見高校以来4年ぶりの天皇杯勝利を挙げている。続く2回戦のホンダロック戦は1から3で敗れた。1988年総部。2014年と2019年に全国高校ラグビーフットボール大会に出場した。文化クラブ9月には幸運祭があり。 文化祭と体育祭が連続して行われる。文化祭は非公開である。体育祭は一般開放されており、毎年大人数が見学に来る。中学の卒業式が2月の公立高校推薦入試終了直後に、高校の卒業式が1月のセンター、試験終了直後に行われる。これは3月後半まで入試があるので、直前に多忙にならないようにするためである。 ただし、2.3月には補修も行われるので、卒業式の後も学校へ来る生徒も多い。市長格行事が春、冬の年に2回行われる。春の市長格行事は、落語、演劇、歌舞伎、中国舞踊など多彩で、冬の市長格行事は、大阪フィルハーモニー交響楽団によるクラシック鑑賞が定番となっている。新学塾の農会センターでは、 毎年1回、近畿大学付属和歌山中学校、高校の校舎を借り切って、模擬試験を実施している。県内で一番早い卒業式、天皇杯が開幕、FC ギフト、近代和歌山校などが2回戦へ。激坂、2021年1月30日閲覧。ありがとうございます。